職員室ってどこからな、どこだ、吉田先生、ここだ、見つけた、片付けた、ここだ、まだ買ってないの。私も買いましたよ。え、山田先生の息子さん、親がサンタってもう気づいてんの。早いね。親が、てか先生、それ親がサンタってバレちゃダメでしょ。何やってんの。親がサンタ、僕のママとパパがサンタ、どうした親がサンタってどういうこと。何やって、落ち着いて、僕のママとパパサンタじゃない。サンタはフィンランドからソリでトナカイで煙突から来るのがサンタ。どういうこと。僕のママとパパサンタなんだよ。あの悪い子には親がプレゼント来るんだよな。だからいい子にしてたらサンタクロース来るから。悪い子が親。じゃあ僕は宿題もなして、サッカーも行って、スイミングもして、習字もして、英語も行って、韓国語も行って、スペイン語も行って、ガラナ語も行って、ブラジル語も行って、いろんな習い事ちゃんと毎日行ってるから大丈夫。大丈夫。いい子だよね。いい子。習い事77個してるから大丈夫だよね。じゃあプレゼントもらえる。あ、もらえる、もらえる、大丈夫、大丈夫。やったー。じゃあ先生、これ提出するとお願いします。あ、はい、ありがとうございます。やった、ちなみに何プレゼント。ヴィトンの財布とランボルギーニとフェラーリ。